オリンピックの舞台はね、研究だけじゃ勝てないんですよ。ドリー・コールマンから正打ちですよ。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。バズーカ岡田の筋肉授業、今日は番外編です。先日オリンピックが終わったので、オリンピックの話をしたいと思います。7月末に行われたオリンピックの柔道競技に帯同してきました。私のことを知らない人もいると思うので、私の活動を少しお話しさせてください。私、大学の教員、日体大で准教授をやりながら、まあ、いろんな活動してます。ボディービルダーであったり、自分のジムを運営したり、ボディケアスタジオを運営したり、プロテインバー作ったり、いろんなことやってるんですけども、9年間かなり時間と情熱を注いでやってきたことがあります。柔道日本代表の男子チーム、この体力強化部門長という形で選手に筋トレを教えたり、考え方を教えたり、食事やサプリメントのことを教えたりしてきました。柔道の世界は今もすごいんですよ。もう海外の柔道家の筋肉がもうモリモリすぎて、ちょっとねフィジカルで負けてしまうっていう現状がありました。まあ、それを改善するためには、筋トレとそして食事、この知識が絶対的に重要だというふうに井上康生監督が考えて、呼んでいただいたというのが2012年末からの、お話です。とにかくね、海外の柔道家の筋肉半端じゃなくて、まあ、2012年始めた当初は日本人の柔道家の体ともう明らかな差があると思って、鍛えるために筋肉のお話をたくさんしたんですよ、選手に。で、本当にね、筋肉のサイズ、そして体脂肪の量が、ね、全然違ったんですよ。まあ、外国人は筋肉大きいし体脂肪少ない、要はね、仕上がってるんですよ。もうボディービルダー並み。私はね、そっとね、ボディービルのパンツを畳んで引退したいと思ったぐらい衝撃でした。だって柔道やってるんですよ。柔道やめて筋トレだけやったらどんな体になっちゃうんだと思って、筋トレしかやってないのに大して筋肉ついてない自分が情けなく思えるぐらい世界の猛者がね、集まってくるんで、そんなのが今世界の柔道界なんですよ。で、日本人選手はそこまでもなかったんで、筋トレがね、なぜスポーツに大事かっていうお話をしました。筋肉というのはね、力を出す組織ですよ。力というのはね、でも物にスピードを与えるんですよね。考えてください。ボールを投げるとき、力を込めないでふわっと投げるとスピード遅いですよね。力込めてバーって投げるとスピード速くなりますよね。そう、力を込めるということは物体を速やかに動かすということなんですよ。投げるっていうのは相手という物体を速やかに動かしてるんですよね。もちろん投げる技術、こういったものもありますよ。でも力がないとスピードを出せない、要は威力が出せないんですよね。ということで筋力をつけないと技術に威力が増せない、スピードがつけられないという現状があるわけです。筋トレするとね、スピードが減る、動きにくくなるなんて声をよく聞き、今でもよく聞きます。それは誤解なんですよね。筋肉というのはスピードを生み出す器官なんですよ。まあ、そんな形で選手に筋肉というのは何なんだと、これを鍛えるとこんな効果がありますよと、まあ、そこを理解していただいて、そのためにどんな筋トレをするといいですよと、その筋トレの効果を最大化しないともったいないですよねと。だから食事も睡眠も頑張らないといけない。じゃあどう頑張ればいいんだと、でこれを食べましょう、こういう寝方をしましょうといったことを、教えていったわけですね。筋肉のお話をするおじさんですよ、私がやったのは。ということをすると、まあ、代表選手になるぐらいの子たちなんで、もう自分たちで筋トレ頑張れるわけですね。もちろん優秀なトレーナーの先生方がね、ついてくれるからさらにその効果があるわけですけど、まあ、世界一を目指してる子たちなんで、あ、筋トレするとこんないいことあるのと、じゃあこうやって頑張ってみようって自分の、気持ちがね、変わりますから、自発的にね、筋トレやってくれるわけです。そこに優秀なトレーナーがついてその効果をさらに引き出していくという感じの構造でしたね。まあ、こんなことをやってリオに挑んだ結果、みんなの体がね、モリモリになっちゃって、日本人選手の体が一番良かったですよ。もちろんね、違う階級もありました。外国人の方がまだいい体してるなって階級もあってね、課題はありましたけど、まあ本当に勝ってる階級はね、みんなモリモリで、日本人がね、最高にいい体してましたよ。まあ、ちなみに東京オリンピックで金メダル取ってね、いや、リオでも金、東京でも金、大野将平選手でしょ。まあ、リオのオリンピックで彼がね、柔道着脱いだ時に、もう背中まで血管バリバリになってて、まあ、この筋肉量はボディービルで全然いけると思うぐらいすごかったし、
専門的に言えばね、東京ボディビル選手権ミスター東京のレベルの選手だと私は思いました。まあ、この発言聞いて分かってる人はめちゃ少ないと思います。でも分かってる人はそんなやばいのかと思ってると思います。まあ、それぐらいの子が、まあ、世界最高峰の技を繰り出すからそれは勝てないですよ。でリオのオリンピックまでそういう風に臨んだ結果、みんな筋肉もりもりになっちゃって、減量大変なんですよ。でそれを私は筋肉つきすぎ問題っていう風に逆に提唱して、ちょっと抑えましょうと。でプロテイン飲みすぎ問題、要は筋肉をつける方向性が強くなりすぎたんですよね。まあ、その弊害も感じたんでちょっと抑えましょうというような働きかけもしました。体重階級制のスポーツなんで無尽蔵につけていいわけではないんですよね。その体重に減量して大会当日を迎えないといけないんで、減量するときに筋肉を削らないといけない、つけたものを削らないといけないし、筋肉を削るためにはかなり体に負担をかけないといけないんですよね。なので減量で疲れてしまって大会当日にピークが出ないということがあるんで、まあ、筋肉つけすぎ問題、プロテイン飲みすぎ問題だとか言って、気持ちを煽ってきました。まあ、その筋肉をねつけていくときに、私はねロニー・コールマンとかゴード・コージ選手の話をたくさんして、筋肉を好きにさせていったんですね。筋肉に命をかけた男たちの話をして、こんな面白い世界があるのかという世界観を伝承していってですね、まあ、そうすることによって筋肉が好きになっちゃって、筋肉つけすぎ問題、プロテイン飲みすぎ問題になりました。でまずいんでちょっと落とそうと思って、今度は体の使い方をさらに見直して、もう一回ねまたバージョンアップしましょうということで、今度はね正打ちの話をしたんですよ。この正打ちの話をしたらね、新聞の一面載ってました。なんでかっていうとですね、正打ちってでかいやつは1000キロ超えるんですよ。1トン超えるんですよ。ロニー・コールマンは130キロです。世界最強のボディービルで130キロ。正打ちは1300キロ。これ10倍ですからね。でも彼らがプールに来るまで陸を移動してくるわけですけど、手とは言えない手で体をこう、ほふく前進してる。その時に背骨の三次元的な動きが、もうあまりにも美しくて感動的で、これだというふうに感じて、体を柔軟に動かすための動作の練習もする必要があるということで、そんな取り組みをしましたね。ドリー・コールマンから正打ちですよ。いや大学の研究者それでいいのかと思われるかもしれないじゃないですか。でオリンピックの舞台はね、研究だけじゃ勝てないんですよ。異常な選手の集まりですよ。一般人を集めて研究して平均値を得るような話だけでは勝てなくて、やっぱちょっとこう漫画じみたね異常な世界も、考えて、選手たちに接していかないといけないという形でやっていきましたね。まあ、それで、まあ、本当にねオリンピック選手、柔道界、男子の、日本代表の子たちはもう本当にいい体になってね、素晴らしい、フィジカルを、獲得したんじゃないかなというふうに思ってます。私はねそんな話をして気持ちを焚きつけてね、現場に優秀なトレーナーの先生いっぱいいるんで、こう私だけの仕事じゃないんですけど、まあ、私は最後はねあんまりもう仕事することなくて、だから勝手に筋トレしますから。だからたまに選手の体見てなんかいい筋肉のパーツを褒める、今日なんかすげえ肩がいいなとか言ってテンション上げる、筋肉を褒めるおじさんみたいになってましたね。まあそんな感じでこの間の大会では、まあ、7階級中5個の金メダル取れた。まあこれは1個のね可能性ですよ。体鍛えたって勝てなかったかもしれないから分かんないですよ。でもね1個の可能性というかね、1個の事例として皆さんも見てもらいたいなというふうに思いますし、好きなスポーツね部活で始めたり、まあ、社会人になってもやるようなスポーツありますよね。その時に、取る自分の競技力、スポーツのパフォーマンスを上げるために取る戦略、これを間違えないでほしいと思います。世の中にいっぱい誤解がありますから、筋トレすると動けないとかね、スピード落ちる、これはね大きな誤解ですから、その誤解にやられて自分のポテンシャルを最大化できない、こんな悲しいことはないですから、まあ、今回の成功事例ね、筋トレをしっかりして、もちろん柔道の技術をしっかり磨く、バランスを持って、自分が持っているポテンシャルを最大限に引き出せるように、ぜひ皆さんに頑張ってもらいたいというふうに思います。それではこの動画のまとめです。バズーカ岡田の筋肉授業番外編、オリンピックから得たことをお話ししました。日本人はフィジカルが弱いというのは嘘だ。筋トレ、食事、睡眠をうまく使いこなせ。以上。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。ブラジルのリオでは2個金メダル取りました。で、これをね何個上げれるんだっていうのが東京の課題でもあったんですよね。
で金メダル何個取れるかなと思って頑張ってきたところ、まあ、5個取れたというところで、こちらも史上初ということで、まあ、井上康生監督の、ね、手腕は本当にすごいなと思いました。